このあと先発あると思う。予想は分からないです、あのチーム事情がね。だって、こんなにラッシュフォードがね、守備ちゃんとしてないの使われるのとか変だし、それは最初に前言った複数の理由あるから。ロナウド使いますかだったら絶対使いますなんだけど、本当に今ロナウドがいない状態でラッシュフォードとかマルシャルがセンターフォワードをするじゃないですか。誰欲しいっていうので、ロナウドだなーっていう風になるよ。がいるんだからさ。いや、ロナウド欲しいわ。ロナウドの気持ちが欲しいね。いや、マジでね、ラストピースロナウドなんよ。だって、ウィングがストライカータイプじゃないんだもん。ウィングが逆サイドの選手が入ってくる前提で自分たちが仕掛けるみたいな感じだから。いや、本当にね、完全に今のユナイテッドのラストピースロナウドなんだよね。完全に自分がフィニッシャーになって、周りからボール供給されつつ、空けたスペースを2列目使えるみたいな。ロナウドとさ、入ってこれるエリクセンとさ、ブルーノ・ヘルナンデスで。で、両ウィングガンガン仕掛けて、サイドバックちょっと内側絞ってビルドアップしてみたいな。めっちゃいいんですけどね。だって、サンチョとさ、アントニってなんか、あれですよ、両サイドにネイマール揃えたみたいな選手なんですよ。サンチョとか中に角度取りながらドリブルで、キック精度高いし、だまあ、両ウィングすごい、花もあってさ、面白い選手揃ったじゃないですか。ってなると、その2人の攻撃力生かすのロナウドだから、もうへそ曲げてないで、普通に CL 今季は出れないかもしれないけど、ロナウドの移籍先候補で、ユナイテッドよりいいというか、もう僕が見たいチームはないですよ。全然、ラッシュフォードよりも気持ち感じますしね、ロナウドの方が。